部ごとの説明をしていく第1回目なんですけど、まあ曲ごとって言っても曲のスタイルで大まかにグループ分けできるんで、カインドハーテッドウーマン系、同じようなスタイルで同じチューニングっていうか、あのオープンチューニングとか、ああいう音列のギターを弾いているとかっていうタイプに分けられるんで、こうそれそういうグループごとに説明するか、あるいは少し重複する説明も含めながら個々の曲でユニークな部分も説明していくかっていう、いずれかちょっとまだよく整理できてないんですけど、うん、とりあえず記念すべき第1回目はスイートホームシカゴについて説明していきます。この曲は私は前編こっちのこの手で逆手って呼んでますけど、この順手、これを順手と呼び、これを逆手と呼んでます。この逆手で弾いてるんですけど、以前あの YouTube、 この曲じゃないですけどコメントをいただいた時があって、外国の方になんか面白い弾き方をしてるなと。で、私はロバート・ジョンソンはこういう弾き方をしてるんじゃないかと思ってるみたいなことを答えたら、やり取りがそれきり止まってしまったんですけど、まあその人がたまたまやり取りを終わらせるつもりだったのかどうか知らないですけど、まあ私は多少気にしておりまして、まあこのいかにも木を照らってるように見えて恥ずかしいんですよね。あのそういうつもりじゃないんですけど、しかもなんかすごいことやってるのかと思って聞いてみても、別になんか地味な演奏しかしてなくってですね、だからどういうふうに思われてるのかちょっと気になるところはあるんですけど、まあ私は音の音列やら音のこの強弱のトーンの強弱な違いなどからこの曲は全部逆手だと本気で考えてます。このイントロがちょっと変な音が混じっちゃいましたね。この低音のっていう音が聞き取れるんですけど、これがこっちの順手でやるととんでもないフレーズに弾きにくい、絶対にやるわけないっていう、胸にそんなに無理して出すような音じゃないですから、このブブって音、こんなフレーズを弾くわけないんですよ、どう考えても誰も。それなんでこっちだとそれが非常に簡単に説明つくというか、弾きやすい範囲でのフレーズなんで、それでなのでイントロはこの逆手を使っていると特定しています。あの私はあの他の人がどういうふうに考えているかとかっていうのを全く調べないんですよ。それなんで他の人はどう考えてるかこの音にわからないんですけど、さっきちょっと別件で
ちらっとこの曲の説明するために検索してみたところの、説明見るとこの音は無視されてるみたいなんですよね。それはソースが違ってそういうふうに聞こえないのか、その辺を過小に考えられてなんか変なノイズだろうと無視されてるのかわからないですけど、確かにこの曲の魅力というか、この音を弾く弾かないで何か大きく崩れるってことはないんで、無視してもいい音ではあるんですけど、このこういう、私は個人的にこういうことを引っかかったら10年でも20年でも気になってずっと残っちゃうんですよ。だから超重要視してまして、そのちょっとしたありえないトーン、ありえない音列が時々ロバートの曲にあって、それがすごくこの奏法のヒントになってます。それであとこっちのフレーズですね。このガッカカッカカッカカッカっていうのをロバートが初めてギターで表現したフレーズとして有名で、これ私はウォーキンベースって呼んでましたけど、そういう書物を見たりしてそういうふうに記載されてたように記憶して、そういうふうに覚えてるんですけど、さっき言ったちょっと調べた時にウォーキンベースっていうのはこのベース楽器のジャズとかロックンロールとかの頭のこう一つのフレーズに対してこうある程度パターン化して、ある程度自由なこの動きのあるベースのことをこともウォーキンベースって呼ばれてますね。そういえばそうですね。それであるサイトによってはこれをブギベースと呼んでいる人もいました。その呼び方知らなかったですけど、このこういうの音自体ブギウギからブギウギ、ピアノのブギウギを真似たものになるんで、この呼び方が一番適切だと思いますね。このブギベース、でも私はちょっと使い慣れないのでウォーキンベースと言わせてもらいますけど、気持ちはブギベースが正しいなと思ってますけど、このウォーキンベースもこの順手でもいいですけど、こっちでただ鳴らしてなんの深みもないというか、なんの広がりもなくというか、このフレーズ自体が意味がわからないというか、役割がよくわからないんですよ、この音の。それをこっちで弾いてこっちで鳴らすっていう、この音のトーンの差と高低差と、あと低音はこっちで弾いて高音はこっちで弾くのと、逆に低音をこっちで弾いて高音をこっちで鳴らすとかっていうことでぐるぐる音を回すことがで、よりなんかディープな空間が形成される。実際そういうふうに私には聞こえますね。
濃密な複雑な、それでその弾き方が最も弾きやすい自然なのがこっちの逆手だ。分けるようなイメージで音を混ぜる、まあ、そういうのは聞いてなんとなく無意識的に発見していった形になるんですけど、これどうしてこうなのか、どうして正しいのかって言われても説明しきれない部分があって、ただ音のトーンがそうだと言えばそうなんですけど、その辺はもう私を信用してもらうしかないと思うんですけど、信用するか信用しないかって話ですかね。まあ私はこういうふうに捉えてこのように弾いているということですかね。この異常に完成されてると思うんですよね、このスイートホームシカゴのこのウォーキングベーススタイルっていうのもう本当に一箇所のほころびも見つからないというか、これに音を変更するということはすごく難しい。それをやったのがWhen You Got a Good Friend だと私は思ってるんですよ。同じタイプの曲だけど、ほんのわずかだけ、1音だけ違うところがあって、ここの上がるところの、ここ、タタって1弦が2回鳴るんですけど、これもタタってこっちだけで普通に出てる音のまま聞いても何の広がりもないんですよ。こっちでこっちとこっちで広がるやることで独特の広がりを出る。これを隙間のない完全なフレーズにこの1音を放り込むってことだけでもなんかすごいなと。すごいなと思うと同時に、この2曲は全然別のフレーズだと、別物として彼は捉えているんだと思うんですよね。私の中ではこの2曲は大名曲ですね。詩の内容もこう懐かしむような感じのこう旅愁哀愁譜系の、まあロバートの中でもいくつか歌詞の内容でもこういうグループ分けができると思うんですけど、そういうなんか割とロマンチックというか感傷に浸るような分類される曲だと思いますけど、まあちょっとそっちの曲の説明を結局しちゃいましたね。このどうなっていくかちょっとまあスローペースになると思いますけど、これからちょっと考えながら説明していきたいと思います。今日はこの辺で。